過激使用女は佐伯木久美子による日本の漫画作品。過激使用女としてジャンプ改めにて2012年6月号から2014年11月号まで連載された。その後同士の休館に伴いタイトルを過激使用女と改題してメロディーにて2015年4月号より連載中。2019年3月5日に終営者版を再編集した。 歌劇使用女。シーズンゼロが花と夢コミックススペシャルより刊行された。2021年6月時点で、電子版を含めたシリーズ累計発行部数は100万部を突破している。大正時代に創立された、紅れないカカ劇団は、未婚女性たちのみで構成され、美しい舞台で、人々の心を魅了する劇団である。神戸にある劇団員の育成を目的とした、 クレナイカ歌劇音楽学校では毎年難関を突破した女学生が入学してくる。渡辺サラサをはじめとする第100期生は希望や葛藤を抱えながら未来のスターとなるべく日々奮戦する。声の甲はテレビアニメ版の声優。100期生本作のメインキャラクターが属する世代であり、この世代を中心に物語が展開していく。 101期生本科生になったサラサたち100期生から指導を受ける世代。指導する後輩は、余海委員長と副委員長以外は全員網くじで決めた。99期生本科生として、余火生時代のサラサたち100期生を指導する世代。担当決めはじゃんけんで行い、秋組の公演で初舞台を踏んだ。孔子冬組春組夏組秋組戦火歌劇団。 OG2021 年7月から9月まで ATX 他にて放送された白線シャバンを原作としておりストーリーは前日端のシーズンゼロから描かれる過激使用女に関するカテゴリーありがとうございます